部屋がぐちゃぐちゃです。おはようございます。今もう11時でございます。スケジュール通りでございます。今回スケジュールちょっと緩めに組んでおりまして、旅しながら動画撮りたいので11時出発のちょうど間に合ったって感じですね。ブランチを食べに行きます。皆さんがおすすめしてくれた美味しいやつ、昨日抽選してまだ食べてないものを今食べに行きます。どうした？ちなみにこの部屋が混乱してる、8割方ぐらいエリーのやつしてますよしてますよ。ここ実はキッチンスペースあって、ここに灰皿設置してて、でここからちょびっと景色も見れて、すごい台湾っぽい景色なんですよね。空気が吸えるし、そう、すげえなんか賑やかなところに来たの。秋家小卷米粉。これ？そう。なんかめっちゃ混んでる。いや、シシャンヌさんが勧めてくれて、何人か勧めたの。なんか抽選してすぐ当たっちゃったって感じ。あ、なるほどね。行った方がいいところだと思います。うん。すごい並んでるんだよね。いろんな美味しそうな匂いがする。なんかこの通り自体がね、すごい活気があってね、いい感じ。台湾っぽい。エリです。他们这边的方法是，就是一个人要再排队，一个人就先去位置坐。所以大家想，现在一个人很，就他一个人坐在那里。エリです。どうしたの？ここに面白いシステムが、一人、例えば3、4人ぐらい来たら、一人だけ並んで、他の人は先に座、先に座っといてみたいな感じになって、急におばちゃんから来て、何人来る？みたいな感じで来るから、そんなちょっと柄悪い感じなの。そんな雰囲気だったんじゃない？ちょっとびっくりしたもん。でもこれ言葉通じない時どうしようみたいな感じになっちゃうんだよね。確かにね。めっちゃイカのいい匂いがしてる。すげえお腹空くわ。めっちゃ美味しそうだよね。ねえ、美味しそう。だからイカ類好きだもんね。よかった。見てみて、あそこでなんかチゲ大量に。これだ。でかい。このビーフンすごい濃いね。私の想像のビーフンと違う。まずはこれを食べてみる。これがビーフン。プリプリ。プリプリ。イカのスープに入ってるからなのか、なんかイカでできたと思う。プリプリ。あ、プリプリ。エリーも食べる。このスープ好き。なんかお酒飲んだ後に飲みたいかもしれない。これ毎日食べたくなるわ。これわかる。こんなに人気なんでも。まさにこの時間に食べたいね、食べ物。ね。ごちそうさまでした。ごちそうさまでございます。ペロリと食べてしまった。マジで美味しかった。想要买那个这个蚵卷，卡奇呢？阿杰摩呢？卡奇，没有限制，所以今天买几条。哦，想让他吃吃看。1.5，2.5，没有，二。20元。Hello， 谢谢。つけたい？なんか。なんかつけないの？マジはそのまま。うん。あ、いいの？好吃、他说好吃、谢谢。对啊。那我们就会上，帮我们就介绍。那我们会上传到那个 YouTube 上面。番茄。这 wasabi 呀。wasabi。哎，这是那个酱油膏。酱油膏。这是辣椒。辣椒。它吃原味少，胡椒也就好吃了。胡椒も美味しい。吃原味就不用。なんか。でもニラが入ってんだけど、そうだね、美味しいね。餃子食べてる。ああ、なるほどね。ニラが。美味しい。
ジュース入ります。もうデブの旅です。で、アイユーも入ってて、でさらにレモンの味がするから、これ多分美味しいと思うよ。これ何、このアイユー？アイユーってなんかゼリーみたいなの。アイユーバンやんだい。チャリモン。好，酸っぱいかどうか飲んでみてって。あ、ちょっと酸っぱい。ちょっと酸っぱい。有点酸。南国って感じ。なんか商店街みたいなの。そうそうそう。やばい、やばい、いいそうに。これかわいいね。これ100元ってこと？これ吸いたい。試していいよって。じゃじゃーん。買了帽子。実質1個100元。いい感じ。いい感じ。やべん。いやー、寒い。普通にショッピングを楽しむ。ねえ、最高。OK、好。ちょっと、エリーの真似です。ドリンク入れられるやつ。そう、こんな感じ。これこれ。前回来た時も買ったんだけど、今日は持ってないかなっていうことで、そうそうそう、新しく買います。台湾って書いてあるやつ。知ってるものだろ。素晴らしい。台湾っぽいデザインが1個しかなかった。素晴らしい。これが防水の素材なんだって。ちょっとに染み渡らない。うん、うん、洗濯機で洗濯もできます。超便利。サボも使える。そう、だからこれお土産としてすごいいいと思うよ。買い物欲がいい感じに満たされてるよ。誘惑の街です。あれ290元、日本の物価で考えるとどれも安い。気になるお店がいっぱいありすぎて、しかもどこも安いから、ちょっとね、買いすぎたね。しかもちょっとご飯食べてドリンク飲んで、ぐるっと回って買い物して、すっごいなんか全部徒歩5分半以内でしょ。うん、そうそこです。そこです。よし、次のとこに行こう。すごい面白い家になってます。でもぺちゃんこにならないように、もうこれでリセットするしかないっすよ。はい。変な人。でも綺麗に写したいっす。難しいっす。